さあこんにちは、コークです。ということでさあバトスやっていきましょう。まずヤムチャ使っていきます。で、人造人間1人お願いします。まあ懇談のカードか。同じく人造コンビですね。ただこっちは復活持ってるんでね、 HP21,800 のアプリにいいですね。いいでしょう。あの仮面がどっちかっすね。エリートだったの、エリートだったらどっち、よくわかんない。でグレサイがいると、まあいいでしょう。多分海王神アバターに今回したんでグレサイ入れたんですね。気力妨害が来ると思ったんで。でゴハンクスいると、まあ戦闘力そんなダサいんでね、気絶しないよね。 OK、 仮面BS なんで混んだのか、なんかその同じ列だとなんちゃらかんちゃらってやつですね。何パワーカード1、まあいいでしょう。 OK、 なるほど、まあ死ななきゃそれでいい、まあいいでしょう。強いですね。ラグス発動するんでね、その代わり。OK。いや、3回あんのか、攻撃。必殺技受けたくねえな。OK。気絶で起こしてもらうか、これに。気絶で起こしてもらいましょう。死にはしないと思うから。で極限を貫通はしないもんね。 OK、 で起こしてもらいましょう。下手にここで負けるよりはいいっす。ゴハンクスか、エナジーをダウンさせるのはないよね、フォルンガ以外。なぜか追撃入っていく、まあしゃあないか。 OK、すげえな、気絶に入ったとはいえ。さあ行きましょう。まあミラクル溜まっていくと怖いんでね。ということで、パワーを上げますか。とりあえずまあ5メートル打ちます。ラグス発動するんで、ね、そこはでかいですね。ガンガンアプリクセーな相手。 OK、 威力ダメージを受けなくなるでもいいかな。いや、ヒロエナジーがダウンしないにしましょうか、念のため。多分気力ダメージを受けないっていうか、ラグス発動するから大丈夫だと思うんだよね。あと5円も入ってるんで、エナジーがダウンさせられるのが嫌なんで、戦闘力制限か、いいでしょう。おー、オッケーオッケー。ただここでパワー上げれるんで、オッケー。仮面は、あ、一番上じゃあ関係ないと。 OK、 OK、 OK、何？あ、まあいいでしょう。何ってこっちか。目覚めたなんとかってこっちだな。
それはちょっとよく分かんない。オッケー、ここ食らわないですね、ほぼ。チャージ負けとくか。オッケー、まあここ食らわないですね。これ相性だいぶいいかもしれないですね、同じ人造対決とはいえ。オッケー、強えな、なんか。なんで？最速は押せない。OK。え？なんで？あ、こいつ貫通なのか、何か分かんないけど。ああ、気力超弾あるんだ。気力ダメージじゃないから気絶はしないね、多分。大丈夫なんだね。オッケー。オッケー。超ダウンでよかったですね。さあ行きましょう。ここ負けときましょう。ノーチャージします。オッケー。画面に入るの美味しいな。さあ行きましょう。パワー上がってるんでね、最速押せないみたいなんで、これは美味しいですね。気絶させるか、画面。 OK、 パワー2万強いな。気絶に入れ。ああ、美味しくない。まあいいでしょう、貫通なんでね。オッケー、いいでしょう。ここら辺は全部やらないですね、気絶してるんでね、仮面が。で、復活組みます。まあいいでしょう。あ、そっか、忘れてた、ブレサインの。オッケー、そんなのがあるのか、やべえな。まあいいや。OK、 これがどこに入るかだね。あ、なんか全然先行じゃないか、グレサイ意味なし。 OK、 さあ行きましょう。さあ行きましょう。仮面最速なんでね、全然食らわねえ。 OK、 気絶しろ、ラッキー。エリートはどこ入る？気絶に入っていく。前ですわ、行きましょう。ゲイ。
仮面をめフルボッコにしていく。OK 残り2300、まあ ほぼほぼ決まりましたね。復活もなそうなんで、あカウントダウンする、まあいいでしょう。 OK じゃあまず17号いきましょうか。人造人間17号ドラゴンさんプレゼンツ。さあここ、まあ、最速入ったんでもう決まりましたね。さあ行きましょう。開いてしまった。すいませんドラゴンさん、すいませんでした。本当に申し訳ないです、決まってないです。さあ、じゃあレアの18号でいきます。パワー上がってて貫通。OK なぜ、まあいいかということで、せっかくなんでね心臓トリオでいきましょう。あれ なんかガード上がってんのかな、なんかよく、あパワー1になってるってことか。そういえばパワーとかで1になってたね。そっかそっかそっか、すげえなあれ、もう全然気づかなかった。まあだとしても、だとしても決めれたということで、最近なんかパワー1とかパワーマイナスでも相手にダメージ与えられるような気がする、錯覚に陥ってます。ということで、人造人間トリオ対決、なんとか勝利しました。このデッキね、多分さっき戦略的、前下げのデッキと同じになりますけど、まあ、あのテイク2ということで、最後までねご視聴ありがとうございました。ドラゴンさん毎度毎度ですが申し訳ございません、ありがとうございます。カオクでした。